Thank you very much. Uh, so last time, uh, Last month, uh, unfortunately I couldn't uh, come here, so I just sent the video that we took uh, at our worship.

あなたがここにおられて私たちの礼拝を導いてくださっています。このミズコールのこの教会におられるだけではなくて、オンラインで参加しておられるお一人お一人のその場所にも神様あなたおられます。Father, YOU ARE HERE IN t h i s c h u r c h NOT ONLY HERE, BUT uh, THERE w h、uh, o IS OVERS WATCHING ONLINE a t THEIR PLACE? そして神様あなたが私たち一人一人に語ってくださいます。And you speak そして、あなたの御言葉によって私たちが今日も養われます。そして、あなたの御言葉によって私たちが今日も養われます。あなたの御言葉によって私たちは今日も励まされます。あなたの見 e 葉によって私たちは今日も励まされます。あなたの見言によって私たちは慰められます。あなたの見言葉によって私たちは慰められます。 どうぞ、あなたが今日もお語りくださいますように。私たちを今、整えてください。神様どうぞあなたの御めに受け取ください。あなたすたうに助けてください。あなたのためにた語りください。あなたのためにお語りくように これからの時はあなたの意図にお祈りして主イエスキリストの皆によってお祈りします今日皆さんとご一緒に、えー、私たちに神様を与えてくださっている素晴らしい、えー、神様との関係を通して 私たちに与えられるものっていうものを見ていきたいと思います。Today, you like to look at the Bible and see what God gives us through his relationship with him. 創世記の二章の8節、九節、それから十五節から十八節ですけれども、この聖書の箇所。お読みします。神である主は東の方のエデンにそのを設け、 そこにご自分が形作った人を置かれた神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木をそしてそのの中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせた神である主は人を連れてきてエデンのそのに置きそこを耕させまた守らせた神である主は人に命じられたあなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいしかし 善悪の知識の木からは食べてはならないその木をから食べるときあなたは必ず死ぬまた神であるし主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。 Uh, in english now the lord god had planted a garden in the east in eden and there he put a man he had formed the lord god made all kinds of trees grow out of the ground trees that were pleasing to the eye and good for food in the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and bad uh, evil uh, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden and to work, uh, work it and take care of it. And the Lord God commanded the man. you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.. 一言で、キリスト教信仰って何ですかって聞かれたら、私たちはそれは関係です。あ英語では「relationship」という言い方をします。「relationship」ですということができると、そのように思います。If we sum up、uh, the Christianity, Christian belief、uh, in word, in a word, and we'll say relationship. で、この関係の中に私たちが生かされている、また関係を私たちは 作っていくそういう神様ご自身が私たちに今働いてくださってまあ、そのように示してくださっているということを絶えずいつもですね思い起こし続けていくことが私たちには必要です We live in this relationship with God and he works in a relationship with us and we should always remind ourselves that's how the relationship w o r k in our faith

それは一つ目は神様との関係です。One is a relationship with God。この神様との関係を通して、私たちは、神様によって愛されている、また神様によって選ばれている、神の子供とされている、そういう関係の中に私たちは生かされているわけです。One of the t h relationships that, as Christ, uh, uh, Christians, we live in、uh,。One is a relationship with God that we この神様との関係の中で代表的なその関係の中でなされることの一つがこの礼拝です。お祈りすることも神様との関係でなされるわけです。ぜひ皆さん誤解しないでいただきたいですね。 祈るときに誰かに聞かせるために私たちは祈るわけではありません、uh, please 誰かをとても私が立派なクリスチャンだ私たちは私たちは私たちために私たちは祈っては私たち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 は私たた私た私たちははは私たちは私たちは私たちた私たちは 聖書を通して神様の声を聞くわけです。Relationship we have with God. ンビもそうですよね。ワーシップ私たちが普段、ワーシップとかって言いますけど、それも神様に対して私たちは賛美をお捧げするんです。ですから 45度の手を上げてね、これで前の人がちゃんと見てるかななんて気にする必要はありません。どういう感じでマイクを握っていくなんて本当は関係ないです。<laughs> そういうのに私たちは気にする必要はありません。Think, uh, そして私たちは神様との正しい関係の中に、つまり、ス様を信じて救われたときに、 神の子供とされるわけです。その瞬間に私たちは神の家族の一員とされます。Moment, それが2番目の関係です。他のクリスチャンとの関係です。Uh, どんなに距離が離れていても、 どこに住んでいても、どういうような状態であっても、この家族の関係の中に私たちは入れられているわけです。皆さんには申し訳ないですけど、私は皆さんの家族の一員でございます。of your family い嫌かもしれませんけど、仕方ありませんけど、t かたがありません。 諦めてください。は、私たちは、私、まあね、は、私たち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 は、私 t ちは、私た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 ちは、i たちは、私たちは、o n ちは、私たちは、私たちは、私 e ちは、私た私たちは、私は、私たちは、私たちは、私たは、私たち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  e 私 皆さん、嬉しいですかそれとも、ええー、と思いますか Are y o u happy with it or not? そういう関係の中に私たち入れられている。でもそれだけではありません、ね。私たちはこの世界に使わされている。つまりこの世界との関係があるわけです。So that's the relationship we have, but in the same time, we are sent out to the world. ですから私たちは今この世に置かれているそういう存在です。And that's why we are、uh, put in the world. ですから私たちがこの関係の中に生きるということがどういうことであるのかを神様の言葉によって導かれていくことが必要なんです。So we need to be guided in the word of God in this relationship. こちらにこれから来させていただく中でこの関係をどのように神様に導いていただくのかということについて 皆さんにシェアできたらいいなってそんなふうに私は願っています。Hey, uh, together, uh, なぜ神様の言葉によって導かれる必要があるのか。それは神様の言葉だけが変わらないからです。残念ながら私たちが住んでいる世界の文化とか価値観は変わっていきます。 Unfortunately, our culture, the world's culture, behavior change. <laughs> Sometimes this kind of relationship is trending. <laughs> and so are we going to uh, look for those trendy relationships as we build relationships as Christians? <No. S 2> そうでははなくて私たちは神様のこと永遠に変わることのない。神様の言葉に私たちは導かれていくことが必要だということです。But、uh, we should be guided by God who is unchanging and we are able to have an unchanging relationship with h i m イザヤ i a h is the 4 0 t の半でこのように書かれています。草はそれ花は散るししか私たちの神の言葉は永遠に立つ。i n Isaiah it says uh, uh, the flower.、Uh,

And we want to uh, receive uh, through uh, the Je uh, book of Genesis how God has made relationships. We need to uh, know what God has given each uh, to each of us individually uh, before He uh, God has given uh, the suitable helper for him. なぜそれが大切なのかというと私たちがそれを知らないとその私たちに神様を与えてくださる私たちの仲間とかそれが配偶者であったりとかいろんなパターンがあると思いますけれどもそういう人に神様しか与えることができないものを私たちは求めてしまう可能性がある、uh, It's、uh, the reason why we need to know what、uh, comes before that is because if we don't know that、uh, we will seek for つまり私たちが相手,から相手から欲しいと思っているものがもし人が与えることができないものであったとするならば。

1つ目、それは場所です。One <is> place. 先ほど読みましたけれども、そこにご自分が形作った人を置かれ、神であるしは人を連れてきて、エデンの園に置きと、つまり神様が私たちを置いてくださったという、つまり神様が私たちに場所を与えてくださっているということです。 In Genesis, it says, And there he put the man he had formed. The Lord God took the man and put him in the garden. He put in the place. So ultimately, we cannot ask for a man to provide uh, where we belong, a place for us. 私たち現代人の持っている一つの大きな悩みは居場所がないということです。居場所づくりということが、例えば、教会の中でも大切だとよく言われます。でも、忘れてはならないのは神様が。 助けてを与えられる前に私たちに場所を与えてくださっている。マルコの福音書の3章の14節にこういう具合の言葉が書かれています。イエスは12人を任命し、カイロを使徒うと呼ばれたそれは彼らをご自分のそばに置くためまたカイロを使わせて宣教をさせて出てきます。 Mark 3 14 says he appointed 12 and they might be, uh, might be with him and that he might send them out to preach. God has put us with him uh, for us. So we can never say that we have no place. 私たちには神様が私たちを神様のそばに置いてくださっている私たちにちゃんと居場所があるわけです。God has brought us close.He brought himself close so that we can be with him. And that is our place. だからまあね、今就活している人もいますけど、どんなにいい会社に勤めても、どんなにいい、まあね、場所に私たちが行ったとしても、それで私たちは満足できないんです。 私たちにとって必要ないわば持っておくべきしっかりとした理解はそれは神様が私を置いてくださったってことです。but we need to know that God himself put us to that there we know need himself God 私たちの神様は今この世界にこの時代にここに置いてくださっている。 ヨハやの福音書17章の18節で、イエス様お祈りなさいました。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを神様を信じる私たちを世に使わしました世に置いてくださったということです。John 17, says, As you sent me into the world, he has sent them into the world, sent us into u s Christians to the world. ですから、それこそが私たちにとって、 平安につながっていくつまりヨハネの君主を20章の21節にある通りです平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。that、uh, connects to the peace that God has given us in John 2021 peace be with you as the Father has sent me I am sending you. Amen あめん。えめん。渡辺和子さんというねもうお亡くなりになりましたけれども先生がまあ シスターですよねそしてノートルダム女子大学の学長さんなんかもなさんだね、シスターの方がこういう具合におっしゃってます。この置かれた場所で咲きなさいっていうこの本の中に、このように書かれている、置かれたところで咲きなさい、皆さんご存知のフレーズだと思います。咲くということは、仕方がないと諦めることではありませんって。 Uh, the book, one of the books she wrote, uh, the title is Bloom Where You Were Planted. It says, a pla a bloom where you were planted. And b blooming doesn't mean that just giving up, just staying there. Sometimes you might feel like, why am I here? Why is this place? Why did God put me in this church? なんでって <Why? S 2> そういう具合に私たちは思うことが、まあ、いろんなところで感じることがあるかもしれないでもその後にで、ね、このように渡辺家子さん続けていますそれは自分が笑顔で幸せに生き周囲の人々も幸せにすることによって神があなたをここにお上になったのは間違いでなかったと証明することなのですって。 Cecilia Kazako uh, continues to say, uh, Blooming uh, means uh, smile and live happily and make people around you happy uh, so that uh, you can prove that plant God planting you there was not wrong. And Paul uh, writes the uh, same in, in this, uh, the Bible. ローマ人への手紙の7章の20節から21節24節にこのように書かれていますそれぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさいあなたが奴隷の状態で召されたのならあなたが奴隷の状態で召されたのなら、あなたが奴隷の状態で召されたのなあなたが奴隷の状態で召されたのなあなたが奴隷の状態で召されたのなら壊れたわけではありませんよ。<laughs>

I, uh, so now if I don't have to uh, do what I do not want, uh, it is no longer uh, what uh, I who do it, but sin dwells within me. So I find it to be the law that when I do the right evil lies close hand. For I, uh, for I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law. Wait, sorry. あ、すみません。スライドを一番頭に戻してくれますかあ、それですね。あ、それですね。はい、すみません。ありがとうございます。あ<一>、uh, English n、uh,、r o m a イングリッシュ、ローマンス7:20、コリンティアンズ、ね。ごめんなさい。あ、s o r れ、コリンティアンズ7:20、sorry。<laughs> uh, each person should remain in the situation they were in uh, when uh, God call,、uh, called them。そして、あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。 And God called them where you are uh, slave uh, when you were called. Don't let it be trouble uh, you, although if you can gain your freedom, do so. Brothers and sisters, each person as responsible to God should remain in the situation they were in when God called them. 神様が私たちを置いてくださった状態を私たちはそれをまず受け止めていくことが私たちに求められていることだということです。We need to accept that God has put us where we are right now. 神様が私たちを置いてくださっています。ここにおられる方たちもそうだし、オンラインで見ておられる方たちもそうですけども、神様があなたを h i s k o o l c h u r c h に。 置いててくださっているそして、2番目に神様は私たちに目的を与えてくださっています。Secondly, そこを耕させ、また守らせたって書いてあります。2, つまり私たちに神様が働りを それぞれぞに役割を与えてくださっているということです roles, works, パオロはエピソビトの手紙の4章の28節でこういう具合に言ってますよね。盗みをしている人はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため。 Ephesians 4.28 says anyone who has been stealing must steal no longer but must work doing something useful with their own hands that they may, that they may have something to share with those in need. また、ソニンケビトの手紙の第一の四章の十一節、また私たちが命じたように。落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。神様が私たちに、そのようにして働きを与えてくださる。役割を与えてくださる、ということです。 そして神様が私たちのためにちゃんと計画してくださっているプランを私たちのために用意してくださっているということです。有名な聖書の言葉、エレミア書の29章の11節皆さんよくご存知だと思います。神様このようにおっしゃいました。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っているって。 Jeremiah 29, 11, the famous 神様ご自身が私たちのためにちゃんとプランを立ててくださっている。God himself planned it. プランを立ててくださっているだけではなくて、そのプランをよく知っているということです。He plans, but He knows about it。だから私たちにとって必要なのは神様と一緒に歩んでいくことを通して私たちはそのプランがどのように 私たちの人生の中で展開していくのかということを知ることができるわけですそれは最初から想像の初めから私たちに神様が与えてくださっているということですそして三番目それは備えです And the third is preparation. 多分英語ではプロビジョンの方がいいかもしれないですね。<more> えー、でそれはここにあるとです。神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた神様が私たちのために食べるものを用意してくださっているということ そして <garden. S 2> 最初私たちが想像されたとに神様は、あなたはそののどんな木からでも思いのままに食べてよいっておっしゃってたことです。

神様は私たちにこれらすべてのものが必要であるということをここでも語っておら知っておられるんです。ちゃ<す>んとご存知なんです。だから私たちにとってとてもじゅ、ね、有名な言葉マル、マタイの福音書の6章の33節まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられるんですね。 そして神様は豊かに私たちに与えてくださるお方です。神様ほど気前の良い方はありません。

ですから私たちはこのし,しっかりとした確信信仰を持ち続けることが求められています。So、this this 人から私たちは与えられるのではなくて、神様から与えられるということです。 4番目それはアイデンティティです。です。神様は、創世記の1章一の26節、27節でこのように語っておられます。神はえたさ、おれは、そ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 れは、は、 神様の形、神様の姿、まあ、英語ではよくイメージって,語られて、ね、使われています。そのイメージに作られています。God created, created us in his image. これが私たちのアイデンティティです。And that is our identity. 神様は人をご自分の形として創造された神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと、まさに記されている通りですね。 Male, female, and created them. 私たちは神の形に神様のイメージに創造された神様によって作られているわけです。ですから私たちのアイデンティティは誰かが、つまり人が私たちに与えるのではないんですよね。So たね、私たち、誰か一緒にいる誰かによって、アイデンティティを、自分のアイデンティティを発見しようとする見出そうとする傾向って持っていると思います。A lot of times, often people try to build their identity through somebody you are with。つまり この人と一緒にいる自分は価値が高いとか思ったりするわけですよ。So、when さっきの目的のところでもそうですけどもこういう仕事をしている自分はかっこいいとかって思いたくなるんですでもそれらも神様が私たちに与えてくださっているものです。 私たちが誰と一緒にいようと思う私たちのアイデンティティは実は変わりません。神、no、神様が私私たたちちに神の形とししててててを作っっくださってるからですそして もちろん、私たちはそのアイデンティティを失った。そういう存在ではありました。けれど、もしかしイエス様を信じることによって、そのアイデンティティを取り戻していってるんです。イエスは？は、アイデンティティばっつーフェイスクライス。we are ああ、ウィグインです。アイデンティティですから、コリントビデオの神の第二の3章の18節でパウロはこのように言ってます。私たちは皆応用を取り除かれた。顔に鏡のように主の栄光を映しつつ。 これはまさに三田間の働きによるのです。2>, uh, 2 Corinthians 3:18 says, And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image、uh, with ever-increasing glory、uh, which comes from the Lord who is the Spirit. ですから

神様はこのようにおっしゃるしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬ。つまり神様は私たちに基準を定めててくださっいいるととうことです、uh, 制限を私たちは神様からいただいているんです。その中で私たちは神様にあって私たちに与えられている人生を毎日の生活を楽しむことができるんです。ですから神様のその制限神様の基準に私たちが従って生き,生,き生きることを神様は願っておられます。 コリントビトントガの第一のジュション23セスコノニカカレテマスベトのことが許されているとイマスカスベてのことガエになるわけではありませんスベトのことが許されているとイマスカスベてのことガヒトをソダテルトマカギリマセンフォークリンス10:23 it says I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial.I、uh, have the right to do anything, but not everything is constructive. 神様が私たちに与えてくださっているこの制限は私たちを育てていきます。私たちにとっては液になるプラスになることです。ですから今日皆さんに申し上げたのは私たちが人との関係をどのように神様の御言葉によって導かれていくかの前に しっかりです。っておかなけれているのは良くないとおっしゃっていました。つまは私たちは関係性の中に生きるんです。その中で私たちは いろんな関係づくりをこれからもしていくことになりますでもそのもともとの部分を私たちが忘れてはならないそれは神様との関係の中で私たちにすでに与えられたものがあるんだということです but we should first know as a foundation that God has provided these things、uh, in, relationship, in relationship with God つまり、私たちに神様は場所、つまり居場所を与えてくださっていることです。じゃ、ガールズゲームプレイス、私たちにまた目的を与えてくださっています。また、私たちのために備えてくださっている全て神様、私たちのために満たしてくださるお方です。そして、私たちにアイデンティティを与えてくださっているんですよ。ガールズゲームディアアイデンティテでもそれだけではなくて、私たちには神様が与えてくださった基準。

私たちが人からそれを求めようとすれば私たちは関係づくりでいろいろと悩んだり苦労したりするしまた問題を抱えることになるでしょう。If we try to seek these things from uh, uh, any man, we will struggle. なぜならば単純です。それは人はそれを与えることはできないからです。Why? It's very simple because man cannot give those to you. ですから私たちはこれを神様から与えられていることを、この 朝私たちはしっかりと受け止めていきたいとそのように心から願います、so、this, this つまり神様との関係が私たちの存在そしてまた人間関係の土台であって神様が与えられるものによって私たちは実は満足することができるんだということです that relationship with God is the foundation of us being a b o u t Whatever God, all the things God has given us already uh, can satisfy our own lives. Uh, and ultimately, we cannot seek these things, but God can only provide to church. You can seek for a comfort place, comforting place to church. 私たちは目的も神様が与えてくださるんです。アイデンテティィもそそうです as、well. そして私たちは神様が与えてくださる基準によって生きるようにと、そのように神様は私たちに基準や制限も与えてくださっている。ですから私たちはしっかりとそれをこの朝もう一度。

他の人たち周りの人たちまたこの世界との関係づくりの上でなくてはならない欠かすことができないものであるということをしっかりと私たちは受け止めましょうお祈りしましょう s pray. <S 皆さんで一緒に祈りたいと思います pray together. もしかすると私たちの中には

あなたが今日私たちに言葉を通して聖書を通して語ってくださいました。あなたは私たちに神様、場所を与えてくださる方です。目的を与えてくださる方です。あなたが備えてくださいます。私たちに不足することがありません。乏しいことはありません。また神様、あなたが私たちにアイデンティティを与えてくださっています。ありがとうございます。 神様そして私たちに基準を与えてくださっている私たちに制限を備えてくださっていることを感謝しますありがとうございます神様どうぞ神様あなたが与えられているも神様まずここにしっかりと立つことができるように神様あなたとの関係の中で私たちが導かれていくことができますようにどうぞ助けてください働いてくださいますようにお願いいたします 感謝します <Thank you. S 2> ありがとうございます。の名前によってなります今 <Amen. S 1> 先はありがとうございます。本当にこの御言葉 もう一度よく、本当に私たちの人生の中で、毎日の中で、かみしめたい、本当に受け止めたい。神様が与えて与えてくださったものに本当に満足する。今日、えー、この、えー、礼拝の中で、 オンラインで見ている中で今日まだ神様のことを知らなかったまた神様の一人がイエスキリスをまだ知らなかったという人がいたらその中でその人生の中で本当にいろんなものを人に求めていたと思います。 神を知らなければ人に誰かにあるいは自分自身に求めるしかないからです。でも今日一緒に開いたこの聖書にあるこの神の御言葉にある真理神様があなたに唯一すべてのものを与え満足させることができるこの方を信じたいという方。 そういう人いますか、so. あるいは、ね、神様のことを知っていたでもずっといろんなものに違うものに求めていた人や仕事や えー、環境に求めてそして神様から離れていたという人がいたらでも今日、イエス様のところに今日もう一度戻っていきたいで今日、神様のところに戻って本当にこの,すべこの私たちに与えてくださる神様だけ私たちを超満足させてくださるこの方のところに今日戻っていきたいですそういう人がいたら今、手を挙げてください。

あなただけが私たちの人生を見出すことができるからであることを信じます。Today, I believe that you are the only one who can satisfy our life.Today, we believe that when you created everything, you prepared everything for us.Washi, Naniyemo, Kamiyo, あなたが私たちのために Yes, Kiyiso, 十字架を用意してくださったことを今日信じます。今日はイエス様を信じイエスの十字架を信じて、受け入れます。イエス様どうか私をこれからも導いてください。 イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン <Amen. S 1> アーメンイエス様に大きな話しましょう <Praise> 最後に一緒に宣言文を読んで終わりたいと思いますぜひオンラインで見てる人も一緒に大きな声でこれを宣言していきましょう、so、aloud, 日本語からいきます <From Japanese. S 1> せーの イエス様私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。English, Jesus, life, イエス様に大きなししましょう